南口改札口ホーム、生田駅は、神奈川県川崎市多摩区生田7丁目にある、小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は、O20。小田急の開業が近くなると、生田村では、駅の誘致が行われることになった。東西に伸びた村であることから、村中央部に駅を開設するという意見もあったが、設置計画ができた時点では、 生田村内の駅は村役場に近い当地に作る計画となり、用地買収の話も一旦は解決した。ところが村の西側に住んでいた有力者が話を持ちかけて、村会を開いたところ西側誘致の意見が多数となったため、現在の読売ランド前駅の位置に作る計画となってしまった。その計画変更に東地区の住民が猛反発を起こし、駅を作らなければ、 土地を売らないとまで言い始めた。これでは建設にも差し支えるため、結果として西側の駅と東駅を両方とも設置することとなった。このような経緯もあってか、小田急前線でも他に見られない開通記念碑が駅前に建てられている。駅開設当時の東生田は、現在の読売ランド前駅が西生田という駅名だったことに対応して名付けられた。 1964年に西生田駅が読売ランド前駅に改称したことから生田と改称される。なお、生田という名前は開業時の所在地である生田村から取ったものであるが、この地名はかつてあった上菅尾村と五反田村の地名を合わせたもの。相対式ホーム2面2線の地上駅で京城駅舎を有する。駅舎は2階、ホームは1階にある。 二階改札外コンコースには売店、セブンイレブン小田急幾多店と ATM がある。かつては二番ホームにも売店があったが自動販売機コーナーとなった。二階売店横には宝くじ売り場も出店している。待合室は各ホームに設置されている。トイレは二番ホームにある。多目的トイレは男女各一室ずつ設置されている。 エレベーターは1階にある各ホームと2階を連絡する。エスカレーターは1階にある各ホームと2階を連絡する。下りホームと南側のロータリーを連絡するスロープがある。2013年2月21日に行き先案内表示機が設置された。2019年度の1日平均乗降人員は46,037人である。小田急電鉄70駅の中では第27位。 駅長所在駅かつ快速急行、急行停車駅である、秦野駅より利用客が多い。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通り。付近には明治大学、専修大学、聖マリアン内科大学など大学が点在し、学生街となりつつある。駅近くの地下を、東日本旅客鉄道武蔵野線が通っており、行田トンネルや行田変電所がある。 バス路線育田駅前神奈川県道3号、世田谷町田線バス路線育田駅、バスロータリー線時中、現在の明治大学育田校舎には第2本、帝国陸軍上りと研究所があったため、近隣住民と軍関係者以外は、東育田駅で校舎することができなかった。滝本達彦の小説、漫画、アニメ、NHK にようこそ、和東駅周辺を舞台にしていて、 当駅が、幾多駅と名を変えて描写されている。地元在住の小説家、章野純造の作品にも当駅周辺が頻繁に登場する。ありがとうございます。